諸君、第213回国会は本日召集されました。これより会議を開きます。今般の能登半島を中心とする地震とそれに伴う津波によりまして、多くの尊い命が失われ、各地に甚大な被害がもたらされていることは誠に痛恨に堪えません。犠牲となられた方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、そのご遺族に対しまして衷心より哀悼の意を表します。また負傷された方々、避難生活を余儀なくされている方々をはじめ、被害に遭われた方々とご親族関係者の皆様に心からお見舞いを申し上げます。これより犠牲となられた方々に対し黙祷を捧げたいと思います。ご起立をお願いいたします。黙祷。黙祷を終わります。ご着席ください。日程第一、議席の指定を行います。衆議院議則第14条によりまして、諸君の議席は議長においてただいまの仮議席の通りに指定いたします。常任委員長辞任の件についてお諮りをいたします。厚生労働委員長田畑裕明君、安全保障委員長柳和夫君、決算行政監視委員長枝健二君、および懲罰委員長大口博之君からそれぞれ常任委員長を辞任いたしたいとの申し出があります。これを許可するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって許可することに決まりました。つきましてはこれより各常任委員長の選挙を行います。議長。井野俊郎君。各常任委員長の選挙はその手続きを省略して議長において指名されることを望みます。井野俊郎君の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって動議の通り決まりました。議長は各常任委員長を指名いたします。厚生労働委員長新谷正義君。安全保障委員長小泉進次郎君。決算行政監視委員長小川淳也君。懲罰委員長中川雅治君。お諮りいたします。情報監視審査会委員浜田康和君、大西健介君、および鈴木陽介君からそれぞれ委員を辞任いたしたいとの申し出があります。これを許可するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって許可することに決まりました。つきましては情報監視審査会委員の選任を行います。衆議院情報監視審査会規定第6条の規定に基づき、情報監視審査会委員に岩谷武史君、伊藤俊介君および山岸一成君を選任するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よっていずれも選任することに決まりました。
特別委員会の設置につきお諮りをいたします。災害対策を受理するため委員35人よりなる災害対策特別委員会、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する調査を行うため、委員35人よりなる政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会、沖縄及び北方領問題に対す問題に関する対策樹立のため委員25人よりなる沖縄及び北方問題に関する特別委員会、北朝鮮による拉致等に関する諸問題を調査しその対策樹立に資するため委員25人よりなる北朝鮮による拉致問題に関する特別委員会、消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策を樹立するため委員35人よりなる消費者問題に対する特別委員会、東日本大震災からの復興にあたりその総合的対策を樹立するため委員40人よりなる東日本大震災復興特別委員会、原子力に関する諸問題を調査するため委員35人よりなる原子力問題調査特別委員会及び地域活性化、子ども政策、デジタル社会形成に関する総合的な対策を受理するため委員35人よりなる地域活性化、子ども政策、デジタル社会形成に関する特別委員会を設置いたしたいと存じます。これに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よってその通り決まりました。ただいま議決されました8特別委員会の委員は、追って指名をいたします。裁判官、弾劾裁判所裁判委員、および国土開発幹線自動車庁自動車道建設会議委員の選挙を行います。議長！井野俊郎君。裁判官、弾劾裁判所裁判員、および国土開発幹線自動車道建設会議委員の選挙は、いずれもその手続きを省略して議長において指名されることを望みます。井野俊郎君の動議に合意ありませんか。合意なしと認めます。よって動議の通り決まりました。議長は裁判官弾劾裁判所裁判員に話康弘君を指名いたします。次に国土開発幹線自動車道建設会議委員に渡海喜三郎君を指名いたします。ご報告することがあります。永年在職議員として表彰された元議員山本浩一君は昨年10月31日逝去されました。通席の念に耐えません。謹んでご冥福をお祈りいたします。山本浩一君に対する聴取は議長において昨年12月21日すでに贈呈いたしております。これを朗読いたします。衆議院は多年県政のために尽力し、特に院議をもってその功労を表彰され、先に内閣委員長、国家基本政策委員長、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長等の要職につき、また国務大臣の就任にあたられた小三味旭日大綬章山本浩一君の調整を哀悼し、謹んで聴取を捧げます。永年在職議員として表彰された元議員堀功績君は昨年11月4日逝去されました。通席の念に耐えません。謹んでご冥福をお祈りいたします。堀功績君に対する聴取は議長において昨年12月20日すでに贈呈いたしております。これを朗読いたします。衆議院は多年県政のために尽力し、特に院議をもってその功労を表彰され、先に法務委員長、教育再生に関する特別委員長、憲法審査会会長等の要職につき、またしばしば国務大臣の就任にあたられた小三味旭日大綬章堀功績君の調整を哀悼し、謹んで聴取を捧げます。本
本日はこれにて散会いたします。